ストフ・シェスベンターは、オーストリア・ツェルアムゼイ出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー・センターバック。7歳で、地元の FC ・ピンツガウザールフェルデンに入団。2008年に、オーストリア・レギオナル・リーガ中部に属する1、FC バ・バコレーブルック2移籍。初年度で、リーグ優勝し、エアステ・リーガへの昇格を果たした。2009年、オーストリア・ブンデス・リーガに属する名門。 SK ラピードウィーンに移籍。2009から10年シーズンは同クラブのセカンドチームで主力として活躍したものの、リーグ屈指の強豪の一つである SK ラピードウィーンのトップチームでの試合出場は、この時点ではまだ厳しく、翌シーズンには試合経験を積ませるために当時エアステリーガに属していた F シールステナウにレンタルされた。 2011から12年シーズンからは同じくエアステリーガに属した SC ラインドルフ・ワルタフハに移籍。1年半で46試合に出場し4得点に4はアシストを記録した2012から13年シーズンのウィンターブレーク中にオーストリア・ブンデスリーガに属する FC ・アドミラ・バッカー・メイドリングに移籍2013年2月16日にブンデスリーガでのデビューを果たす 2015から16年シーズンでは首相を務めた。2016年夏、フルスの SK ラピードウィーンに復帰した。シーズン開幕戦より、センターバックとして主力に定着し2016年7月28日には UEFA ヨーロッパリーグでのデビューを果たした。2017年より、1FC ウニオンベルリンに移籍した。 空中戦や1対1に滅ぽう強く、195センチメートルの身長を活かして、セットプレーから多くの得点やアシストを決め、現在リーグで最も攻撃力のあるセンターバックとして知られている。基本不動のセンターバックだが、チーム事情によっては、ボランチとして出場したり、試合終盤にはターゲットプレーターとしてセンターフォワードのポジションで起用されることもある。 U2 0までのカテゴリーでは招集されたが、A 代表では、同じセンターバックのポジションに、アレクサンダル・ドラゴビッチやステファン・イル・ザンカー、セバスティアン・プリオードル、ケビン・ビマーラがいるため、2017年5月現在、A 代表には招集されていない。ありがとうございます。